一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。レッスンこれから始めたいと思ってらっしゃる方からの質問第2弾ということで、あの学校の音楽の授業のフォローでしていただけるんですかという問い合わせをいただくことがあります。まあ基本的にはね、学校の音楽の授業ってそんなに難しいことしてないじゃないですかって思われてる方いらっしゃるかと思うんですが、今ね学校の音楽の授業結構難しいんです。で、あの演奏したりとかそんなことはあんまないんですけども、例えば音楽聴いてこれは何の楽器使われてますかとかね、そういう風なその音当てクイズ的なものがあったりとか、あとそのオーケストラの歴史とかね、そういうことがあったりとか、割と難しくなっていってるんですね。グループレッスンでは決まったカリキュラムがありますから、そういうのをやってる時間は正直ないんですけれども、あの個人レッスンであれば全然話は別で、あの先生これ分からへんねんけどって音楽の教科書持ってきていただいて聞いていただくのでも全然ありやと思います。そういう風な時間の使い方は全然 OK だと思います。ただあの先生方って基本的にピアノとかエレクトーンの専門の方ですので、あの今風なその例えばそのオーケストラの歴史であったりね、楽器の名前であったり、基本的な知識はもちろんご存知だとは思うんですけども、完璧かどうかはちょっと正直わかんないです。もしかしたらそういう場合は受付スタッフの方がよく知ってるかもしれませんので、まあ一度先生にご相談いただいて、ちょっと私わからへんわごめんって言われたら受付スタッフにご相談ください。まあ、あの思ってらっしゃるような音楽の授業のフォローになるかどうかは分かりませんけども、とりあえずあの受付にお声掛けください。何らかお答えできると思います。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、それと毎日発行してますメールマガジン登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。